始まりました。今週も恋するダイヤのイケメントーク。はい、今日はね、ちょっとヤスさんがお休みなんでね。はい、で、シンさんは毎度のこと、はい、遅刻ですね。なんで僕だけちょっと今日は一人で進めていこうかと。最初ね、シンさんとレムが今日は来てくれると思うんでね、一人。はい、僕も今めっちゃダッシュで走ってきて2分前に着くっていうあれだったんですけど、まあ頑張ります。はいはい、僕だけですいません、なんか需要がないね感じになってしまってるんですけど、ね、さて、じゃあ改めて、はい、始まりました、恋するダイヤのイケメントーク。なんかカッペ出たのってね、そう出ました、今なんかタイミングでって、うん、ディスったらあかんよ。いやいや、全然ディスってもいいですよ、ね、なんかすごい不自然だった。そんなに、あ、多分今来ましたね。はい、あ、来ましたね。はい、来ました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、ね、はい、今どうしようかなと思って、はい、一人で、ちょっとね、まさかのタクシーの運転手さんのね、ナビの使い方が分かんないっつってね、やめろ、タクシーやめてもらえた。はい、おはようございます。すげえコメント来てんじゃん、イケメンじゃないって書かれてる。あれ、イケメントークで言った時にイケメンじゃない。ああ、そういうことね、はい、しょうがない、もう今日映るやつ全員イケメンじゃないから。おはようございます。はいはい、ということでね、司会進行を、そうなんだよね、司会進行ってあんましないからな、これね、もうね、レベル高いよね、やばいですね。あとね、ちょっとね、新人の子がもう一人来るらしいんで、ね、ちょっとレムっていう子から電話あったから。わかりました。そう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 。で、まあ気になるヤスお兄さんはバクレです。はいはい、そのバクレなんですか、からの。そうですね、昨日彼は僕にガンガン連絡よこして、ナイトチューブあるからね、絶対来てねと。僕も連絡で来ましたね。はい、しょうがないね、もうヒゲも剃ってねえよ、2日連続剃ってないわ。どうもですね。はい、よかったでね、目立たないからいいんだけど。暑いな。ミッキーね。著作権いっちゃいますね。あ、これダメだ。著作権いっちゃいますね。そうだ。ディズニーだから。そう。すごいよね。ドタキャンってどういうっていうね。そう、すごいですね。僕もさっきちょうど、今日行けよわ、言われて。そうそうそう。シンに電話してみて、言われて。シンさんに電話して。ちゃちゃちゃ、ね。俺、ナイトチューブないなっていうか、もう基本的にすごいギリギリの状態で連絡来る時もあるからね。で、5時半ぐらいに電話が来て出てって言われる時だし、ネタキャンはしません。うん、約束したことは守りました。ネタキャンも遅刻もどれレベル、ね、間違いない。言ってるやつはしたことないのかな。そうそうそう、人間だもん、ね、そうそう、いや、そうだもん、めっちゃこういう、まあまあギリギリよね、まあ、ギリギリじゃないかも、始まっちゃってるもんな。うん、申し訳ないです、寝起き。あ、これ髪の毛やってないだけかな、今日は。あとで、僕も寝起きなんで。まあでも、まあ彼は多分なんか予定があるんじゃない、多分今日は。うん、今日はうちのあれだ、春樹兄さんのバースデーだからね。はい、ぜひ来てください。そう、ドタキャン遅刻バックレが許されるのは20代まで。残念、20代です、僕は。一応ね、ギリギリ20代、25なんで、うん、そうね、20代ですよ、僕30歳だと思う。そんな見えねえだろ。32とか。いや、それうちの代表な、大体そのぐらいだろ。お前いくつだっけ。僕、今年24ですね。ああ、ね、髪の毛どうなってんの、左の人、画面から見て左の人は俺か。髪の毛俺だ。どうなってんの、どうなってんの、僕じゃなくて。あ、俺か。俺髪の毛何もしてないと思う。すっごいへこんでんな、これ。アイロンだけ少しかけたかな、これ。髪
髪の毛はいつもセットはしてるんですけど、まあそんなこの動画見出るときはしてないかな。アイロンです。ナイロンかけたら結構やばいよね。ナイロン今日何もしてないです。 26.7 ぐらい。ああまあまあ26.7、まあ言われるっすよね、はい、あんまりね喋らない基本。どうなんだろうね、俺店での多分これ出た後に店でのテンションが違いすぎるって言われるから全然話してくれないよね。こっちの方が喋らないんじゃない、多分結構低いから。店の方が喋るから。シンさんイケメンです。ありがとうございます。ね、なんか目つき悪すぎやよく言われるやつですね。だからメガネっていうのがあるんだけど、髪の毛どうなってるの。これはもう何もしてません今日は、ね、てか店では元気。何万円プレイヤー万円なんだ何万円なの。何万円万円それ1から10ぐらいまでしかないけど何万円ってこと。もっとシンさんもっと言ってますよ。そうやってこいって言われてもね、それ結構ギリギリだからね言われるのがね。5万円で買える1日ってこと。逆に5万もらって1日一緒にいてくださいってどうすんの。気まずすぎてその5万で会計話しちゃう。違う時とか休みの日とかでも、ね、あ5万もらすわ。5万もらってサイゼリアイタリアン行こうぜって言って。いや5万でサイゼ5万もらってサイゼとか申し訳なさすぎんだろ。イタリアン行こうって言えば大丈夫です。どっか連れて行くわ。はい来ました。来ました。もう一人。おはようございます。はい、2回目かな。彼も奥行け。そこありがとう。真ん中行く。はいはいはい。真ん中っすか。真ん中いる。危ねえやつが真ん中。大丈夫。はい、はい、こっちか。はい、なんだっけ名前。レム。はい、レムです。はい、レムです。はい、おイケメン来ました、ナイトチューブで出演者決まってないの。基本的に何だろう、最近もう俺とヤスで、ヤスメインで俺もそうか。最近はずっとそうかな。はい、みたいな。そうけどうなってんの。僕の中で勝手にあれなんですね、MC2 人だと思ってたんですよ。俺 MC ではないからね、とりあえず横地に座ってるだけだから。最後の一人。ああそういうことですか。そう、真ん中の鼻、ね、鼻、うん、鼻。お前すっぴん。いや、緊張してますよ今日。あ、してんだ。はい、決勝式で遅刻すんねんよ。すいません鼻かぶない。遅刻ではないけど今日急遽呼んだだけだよ。そういうことか。安来れないっつったら。何かと思ったか。そうはい、ほら怒っちゃってから遅刻とかねえからっつって。遅刻ではないんだけど、急遽呼び出して。そうっす。すいません。実質遅刻したの俺だから。鼻かむなんてね。はい、花粉症なんだね。ポケットの中ティッシュ入れるんじゃん。お前今完全ここら辺の下の方にやったろお前。まあ、ポケット入れろや。はい、ということで自己紹介からね。はい、まあこの二人はてか先月って真のライバルが1位だったんだね。ライバルではねえだろう。ライバルではねえだろう。はいはい、ということでまあとりあえずこの二人のね自己紹介かな。はい、レンから出るよ。レンから。はい、何回目か分かんない。そうですね。はい、はい、2回目ですね。はい、桜木レンです。どうもよろしくお願いします。なんかあんだろう、はい、それ以外滑舌悪くない。滑舌ゆえ悪くて写真修正層が甘いですね。立ってやれや。もう学校じゃねえか。立つとね見えなくなるんですね。ここが多分顔がこうなっちゃうんでね。さすがに立つとね、滑舌悪い。顎だけ見ちゃうからね。顎長い人ってみんなあれなんです、滑舌悪い。フェフ姉さんみたいに。そう、僕はフェフって言えますけど、フェスって言えますけど、それ自体が何言ってるか分かんない。はい、どうもレムです。はい、はい、2回目ですね。はい、そうですね。ちょっと鼻がちょっとなんか調子悪くって、鼻調子悪くて遅刻しました。すいません。鼻を言い訳ね。え、何謝罪ただの。そっか、自己紹介だっつってんのに。好きな食べ物とか。いや、なんか申し訳なさが先立っちゃってる。はいはい、好きな食べ物は。好きな食べ物っすか。ムール貝。バカにしてんだろお前。好きな食べ物なんですか。ムール貝言う。なかなかないぞ。サイズ言ってこいよ。もう大体それ食えるのサイズぐらいだろ。ほとんどないだろう。
大概でもどこで食うのお前それムール貝。うわ俺めっちゃムール貝好きで、どこで食べるの。冷凍のやつあるっす。冷凍のやつ、冷凍のやつか、冷凍のなんか通販みたいな、通販わざわざ自分の大好物通販とかタイでも冷凍だわ。ね、多分あれもそうだね。てか行かなくないサイゼリアって。僕一回同伴で女の子に行かないっすね、イタリアン行こうぜっつってかっこよく行ってサイで行ったことありますよ。かっこよく行ってサイでって言われて、イタリアンやミラノ風通りじゃないやん。イタリアンですけど。マジか。同伴そうだよ。みんなどこ行くの。僕は新宿で基本でもしないです、あんまり。あまりですよ。俺もそうだ、新宿はもう秋田っていうか行くとこないんだよ、逆に。渋谷、原宿、池袋、六本木、30分以内で行けるとこです。お前と六本木は歩きたくねえな夏とかビアガーデン行きます、池袋の。だって、なんだろう、想像できる範囲でお前ちょっとたまにヤバい服装あるじゃん。あれは結構、はい、出た。じゃあ結構ファンのやつか。俺あの感じで一緒に歩きたくない。私服は結構僕ほんとイングとかそういうのばっか着るんで結構普通なんですよ。イングってあれだよ、レディース。レディースです。僕レディースばっかなんで。はいはい、今ね、レオはなんでホストになったの。僕ホストはもともとコメダコーヒーの副店長やってたんですけど池袋でフラフラしてた時に結構リアルに、あ、そうなんですけど、はい、あそうなんだ、すげえ。で、なんか声かけられて、はい、当時の前のお店の時にの人に声かけられて、で、なんか一発稼いでやろうかなと思って自分の店出したくて、カフェを。そうです。で、やりましたね。はい、はい、以上僕の理由です。はい、まあ、かっこよくなんなかったけど、喋るの早すぎてさ、多分それ分かってねえんだよ、はい、プラス滑舌悪かったら最悪だぞ。ちょっと何言ってるか分からないです、はい、やっぱりちょっともう何言ってるか分かんないしかコメントないからな。あ、早口なんですよね、本当に。はいはいはい、そう。だからその時はちゃんと注文取れたの。あ、めっちゃうまかったです、僕。ねえ、注文取るのにうまいとかあるんですか。当時どんな感じ。はいはい、やってみて、はい、どんな感じ。すいません、お待たせしました。ご注文の方は絶対声つくったじゃん。はい、かしこまりました。少々お待ちくださいってやります、僕。本当にメイド喫茶ですよ。メイド喫茶はもっと声高いから。いらっしゃいませご主人様だから。はいね。確かにワントーン高かったですね。ちょっと違う。もえもえキュンってやりますから、はい、どうなん、それ楽しいんですか。僕もそういう系あんま行かないんですよ。メイド喫茶はない、行かないの。メイド喫茶のコンセプトカフェって言って、うん、なんか海賊コンセプトとかそう、ヴァンパイアコンセプトとか、はいはい、展開コンセプトとかあるんですよ。展開展開、はい、女神様に仕えてる。そういうことね。はいはい、はい、なんで。そう、僕昔ね、そう、本当にそれこそキャバ狂いってコスラブに書かれたけどメイド狂いなんですよ、本当は。キャバ狂いって言われてます。はい、今日はお客様のところしか行かないんでね。メイド喫茶とかめっちゃ行きます。もう 1週間に何十万のつぎ込んだことか。最高で、ね、やばいですよ。バカですからね、僕。はい、貯金全部使ってやりましたもん、当時の。まあ結果後悔してないんだったらいいんじゃないですか。後悔してます。してんだ。はい、やめてもらえ。お金ね、やめてもらえ。繋がれないのに何で使ってんだろう。繋がれないのにって言い方やめろや。はい、じゃあね、え、じゃあレオは何でやった。レンじゃねえ、レムか。レム、いや、やっぽい名前してんな。なんかうん、なんで。あー、これやっぱ考えとかなきゃいけないですよね、それ。これ特にどうしよう。なんかもうあれでしょ、ノリで。ノリっす、ノリっす。ノリでいこう。こんなノリ悪そうなくせにノリっす。ちょっと1000万稼いでやろうかなみたいな。まあそうですね。左顎触りすぎ。絶対それ俺じゃねえな。僕ですね。そうなんですよ、顎隠さないと長いんでね。 4.7 あーね。顔長いから。顔が長いの。顎長いの。顎が長いです。顔はちっちゃいんですよ。こうやればマシなんですよ。見えないか。すごいよね、こうやればマシって自分で言えるのがすごい。じゃあよく言われます、猪木のモノマネ。よっしゃですかね、はい。赤いやりがない。なんでおっさん、僕はまあちょっといろいろね、まあいろいろ事情があって、はい、始めました。はい、適当に生きていこうと。1億円くらいパッと稼いでやろうかと。そうだね、そういう感じではないから、まあでもまあ普通に稼げればいいかなっていう感じ。新バースではね、7月です、7月。はい、はい、ということで一旦 CM 入ります。お願いします、はい。
じいさん、今日俺の可愛がってる一番弟子の悩みを聞いてくれませんか。何をどうしたらいいか分かんないです。一番尊敬してる先輩の真似をしてるんだよ。お前の尊敬してる先輩は誰だ。もちろん五十嵐じいさんです。俺たちやっぱり60だな。はい、お疲れ様でーす。はい、やっていきましょう。はい、イエイ。今日でね、まあなんかね、まあ質問があれば、しましま、はい、左目使えば、まあ、そう、髪の毛めっちゃ長いからね、もう一回切りに行かなきゃいけないんだけど、そう基本的に毎日2日用だから起きれない。3人で、ね、今んとこ左好き。左が画面越しで、ああね、多分これかな、こっちかな。いや、なわけですね、しんさんですね。ってなっちゃったら、そうなったらじゃあさっきの左顎触りすぎっていうのは絶対俺じゃねえけど、あと多分左の髪の毛どうなるの、多分僕なんだよ、絶対絶対お前だろ。この髪型、髪の毛はお前だろ。じゃあ僕、あ、しましまね、しましまか、自意識過剰でしたね、僕ね。うん、名前で呼んでって言いたいけど名前絶対分かってないからね。はい、顎にかっやめとけや。顎は右の黒で、俺でも顎ない人だね。顎欲しいんですよね、逆に。そんな画面越しだったら顎見えないんじゃないですか、めっちゃしゃくれてるっていう風には。でも、じゃないですか。うん、どうか。ムカつくわ、それ。しゃくれてないっすよ。顎の出たシマウマ。めっちゃあれに出たっすね。シマウマに関しては顎じゃなくて、全部この辺から出てんだろ。大体出てる。っていうか、顎なんですかね、あれ。服装がシマウマ。服装がね、シマウマね。そのなんか、赤いパーカーとか絶対やばい。だからちょっと待って、あの、一個だけ、これが本当に本名出すなよ。もうガチガチの本名出すから。じゃあもうさ、下の方だったらいいんだけど、お前名字やめろよマジで。下の方は、まあ、覚えてる子いるんだね、俺の本名ね。やばかったらそのガタはちょっと漢字難しいんだけどね。もういいんだけど、もう本名ぐらい言われても。真ん中キャラと出して。真ん中キャラと。お前難しいよ。キャラね。まあ、だから俺むずいもん、まあ、キャラを考えてる途中っていうかなんかまあ。じゃあ見せるって。乳首ドリルすなよ。立たせたのに今。なんか孝太郎とさ、なんかさ、ごっちゃになってない。山形慎太郎違うよ、それ。しかもさ、一文字間違ってんだよな、たつきとかで。たつ嫌なんだよ。やましい。やましい、ドリル。ドリルね、乳首ドリルすな、ちょっとやったのに。じはちょっと間違ってるけど、名前はまあ、合ってんだよ。ちなみに、結構さ、みんなとはまあ、仕事で絡むじゃん。はい。俺こいつはあんまないんで。なんで何考えてるか分かんないからマジで怖い。いや、いやまあ確かに。いやまあ何も考えて、うん、何も考えてない逆にやばいけど。何も考えてないやばいよな。まあちょっとなんか、うん、マジで怖い時あるもんな。マジっすか。だってたまにさ酔ってんのか分かんないけど、あ僕自分で思ってるんですけど、だ僕喋ってる時人のこと見下してるっすねって言われた瞬間こいつどつこうかなと思って。え、言ったことあるっすか。言ったことあるね。ガチガチに、お前じゃあお前その言ってる時点でこっち見下してんだろうなと思って。いやいやいや、マジでですか。マジかこいつって思うよね。いやじゃあ多分見下してるように思われちゃうんですよ、ね、あ思われちゃうってことを言ったんですか。それ言うのもやべえけどなと思って。あマジですか。思ったこと多分言っどうしたどうしたってね。はい、思ったこと言っちゃうから何も思わないと何も言わなくなっちゃうんですよ。すごいさっきからなんか趣味。そうだね。見下すのはやめよう。見下すような言い方。見下してないですよ、ほんとに。はいはい。まあ、でも、ホスト歴何年？もう多分、お前は。僕、ホスト歴は3年とちょっとかなですね。3年ね。はいはいはい。髪の毛はもう何でもいいです、今日は。雨降ってるんで。はい。いや、2ヶ月っすね。まあ、そうだろうなって感じですよね。まあ、大体ね。はい。ということで、7年目です。よはい。ラッキーセブン。七五三、七五三っすね。イェーイ。まあ、一緒の人で、キャバ、ね、2ヶ月だって。イェーイ。祝えっつって。祝えって。イェーイ。顎もそこそこそう、そこそこ長いですね。長いね。すごいね。顎しかねえんだよ、コメントに。多分ね、言うことがね、多分今日のこのトークに関しては多分顎しかいじれてこない。顎か髪か、しましまか。うちの店、顎に何あるやつ多いから。年何歳。今年24ですね。12月誕生日です。はいはい。24です。はい、お祝い、イェイ、ハッピーバースデー。
まだけど。顎の回、そうだね、顎しかいないよね。これでこうちゃんいたらめっちゃ面白いけど。1位の人は顎出てないよ。1位の人は顎出てない。ああ、そういうことね。出てない、出てない。出てないです。出てない。確かに。じゃあ、読みづれえわ、コメントが。太って読めない。初めて使わない。そうだね、いろいろありますけどね、別にそういう方が好きということもあるんでね、はい、何も触れないです。真ん中、愛して。愛して。愛してあげて。愛って何ですか？愛してあげてって。愛。どういうこと？アルファベットの愛かなと思って。愛してあげるんだよ。悪意すごい、真の心の声がコメントに言って、絶対もう悪意しかねえぞ、これ。やば。いい。愛は愛だろ。はい。そんな強引な愛は嫌だけど。愛したいって言われてね。愛してるよ。すごいな。愛せよって何をすればいいんですか。愛してるよ。はい、ね。僕はそういうキャラじゃないですよ。そんなに言わないですよ。お前ら全員俺の彼氏だってから彼女があぐらい。シーンは何でもそんなにライバル意識してる。してもない。してもないっていうのは最低だよ。なんもないよ、多分。ライバルっていうのもないし、別に自分のためのお仕事なんでね。あんまりそういうのねえな。愛を買うのがホストクラブでしょ。まあお客様側がね。そうそうそう、愛というか夢かなって思ってるところありますか。ああ、まあね、夢を、そう、今夢、夢ね、夢、そのクリリンのことかみたいなやめて。ちょっと笑っちゃったわ。すげえ反応しちゃったけど。いくら？たったいくら？そうね、ピンキリだ。うん、うん、ざっとでいいからね。どうなんだろうね、普通の会計を出せばいいのか、はい、例えばさ、人それぞれあるじゃん。だいたい平均このぐらいでしょ、みたいなね。ほら、だいたいな、だいたいな、なんかするときはもっと跳ね上がるけど、まあ、なんかするか、なんかしたりとかね、シャンパンだったりとかしたら、はい、うん、高いけど。お高いんでしょ。3000円でいける。でいける。初回だわ。あと、それ初回だよ。初回だよ。初回。はい。飲み方。飲み方、飲み方だね。飲み方によるかな。ああ、うん、そういうことか。何かと。そうそうそう、安ければ安いほどね、まあ、あるけど飲み方はいろいろ。これやってみて。らしいです。らしいです。らしいです。他の前のこれしかわかんないで。サンシャインなの。サンシャインに関しては、イエーイに関しては、その、キャッチー、それは、ちょっとうちの内勤さんがちょっとふざけてつけただけなので、ちょっとそこら辺はいじらないでもらえて、僕やらないんでね、それは。え、変わってるんですか。あれは、大体そうだね、そうそうそう、内勤さんの面白いなっていうあれでやってるから、だから、コウタロウもだって最初こうやってこうじゃないから、コウタロウだったから、普通に。勝手にやられたんですか、全部。ジャスティスの由来を教えてって言って、なんか急に俺が無茶ぶりでね、なんか初回でなんかやらされたのかな、やってみてみたいな。とりあえずやってみて、その瞬間を内勤さんが見てたんだよね。ダダ滑ってる姿を見て、内勤さんがちょっと笑ってて、多分それがじゃない、そうそう、すごい無茶ぶりが。内勤さんコメントしてる。内勤さんコメントしてる。そうそうそう、まあ、TM もやりましたね。まあ、はい、僕がちょうど知ってんだ、体験できた時に、そう、こいつ体験できた時に、俺なんか血の内勤悪やのがめちゃくちゃ恥ずかしい格好してんじゃん。ちょっと話しといてって言われて、話してんの。俺どんなさ、テンションで、ね、TM のさ、格好してさ、お前と話したらいいんだよ。多分この人と絶対仲良くなれないなって最初思って、そうそう、多分系統が違う。そうなんだこいつって話してる。ギャグの、この人とは多分話せないわ。多分俺だって多分ね、そうだね、退入来てあんなやつついたら多分なんだこいつってなるもんね。やばいですよね。とりあえず多分ジャスティスやった方がいいらしいですよね。はよはよ言われてる。土俵、まあね、土俵ってなるのか。土俵、土俵入りのモノマネやって見たことねえわ。じゃあ土俵入り、顎を喋ってる、隠しながら喋ってますね。隠すなよ。まあまあまあ、別にもういいだろ。顎が喋ってるみたいな。鼻、鼻、鼻、顔のパーツしかねえじゃねえか。顎、鼻。いや、鼻息は荒いですけどね。鼻息荒いの、ね、よくわかんないですけど。興奮してる。適当でした。ハロウィンはサンシャイン残すかな。どうすっかな。まあ、ハロウィンはまた考えてるけど。そう、で一番ね、はい、
わかんないのが、そのネオホスとか言われたら全くわかんないけど、そのなんかコンセプトあればね。TM でジャッティス。なんでだよ、癖強すぎんだろ、そいつ。コース、コース用意しとくわ。それ経費かからんからなんでもいいけどな、まあ、そこはね、もし用意してくれるのであればね、やってもらいましょう。多分別に内勤でね、多分本当にコメントするんだったら内勤って書かないぞ、これ。今回じゃあハロウィンね、まあ、はい、そっか、今年ある、今月あるんか、ハロウィンイベント。今月あります。はい、で、あと、まあ、一応告知なのかな、20日ダイヤの日に、チーム同士で分かれて、うちがビジュアル系の、カメラあれ、あれかな、格好を。格好をして、もう片方のチームが、BK。BK。ストリート系？ストリート系かな、の格好をして、どっちが、クオリティが高いかっていうのをやっていくんでね。ジャスティス系はね、それもうハロウィンだな、もうそこまでだな。そこはハロウィンは30日か、今月の、うん、はい。お姉系こいつ、お姉系あら、やな、うん、大体そうだそう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 けどジャスティス系入りました。それ俺やらなきゃいけないじゃね。ジャスティス系入りました。はいはい、ということでね、ちょっとまあとりあえず告知なんですけど、はい、で今回は今日に関してはあの、うちの、ハルキングカッコカリの、はい、バースイベントだったんです。はい、でもしよかったらね、遊びに来てください。はい、あとは30日にハロウィンイベント、はい、みんなのコスプレ姿と、あとはダイヤの日20日、はい、VKVSBK なんで、はい、飲み放題かな。行けるだけのそう、やめろクリーンのことかみたいなね。はい、来週もね、またナイトチューブ見てください。あとはもう、はい、安尾兄さんのね、恋するイケメン最低男の、はい、なんたらトークみたいな、なんかあれも見てあげてください。まあそれツイッターの方に多分書いてあると思うので、はい、はい、僕のツイキャスも見てください。3000握り締めてね、初回の方で、はい、はい、してくれると。ありがとうございます。それでね、鼻噛まないんで、まあそうそうそう、鼻はね、鼻噛まないっす、鼻噛まないっす。それでは今回のご視聴、はい、誠に誠にありやす！ありやす！言えたかな？